三原市三原市は、広島県南部に位置する市。浮上の異名を持つ三原城の城下町を起源とする町。ビンゴ都市圏の中心都市の一つ。三原の名の由来は、旧三原市外地の荒廃にそびえる桜山などの谷間に、夕原、駒が、原、小西原の三つの川の流れ出たところにできた平地である原があり、その三つの原から、三原と呼ばれるようになったとの説がある。 山陽新幹線、山陽本線、クレ線、三原港、広島空港、山陽自動車道など主要交通が整っており、広島県における交通の要衝である。工業が盛んで、沿岸部には古くから重化学関連企業が内陸部の工業団地には電子機器関連を中心とした企業が進出している。農業では沿岸部での柑橘類や山間部での水筒、 カ樹ュなどが栽培されている。市街地市中心部周辺の空中写真。2010年4月28日撮影の14枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市の中心を東広島市の鴨大地を源とする二級河川、沼田川が流れ、その河口に、 中心市街地が栄えている。現在の中心市街地の大半が埋め立て地で海岸線管近まで急峻な山が迫っている一方、北部は木々高原南端の標高400メートル以上の高原地帯、西部はおおむね丘陵地であり、地域の東半分が旧貧後国、西半分が旧秋国となっている。商法年間に作られた。 ビンゴ国の内見原木所絵図1929年、尾道市により作られた、尾道都市計画区域図。左が見原。1945年米軍作成の見原市地図。一部1930年代の情報で、書かれているため注意。地図中心右側にあるのが、糸崎港。旧見原城下を中心とする見原は、ビンゴ国三月軍に属していたが、 1936年の市政志向によって旧秋国の教育であった豊田軍の一部を統合したため現在の地域は旧芸日二国の教育にまたがっていることになる。三原市芸術文化センターポポロ三原市立中央図書館定人三原工場採用白色セメントの工場漁業工業かつては三菱重工業定人など重工町大型と繊維で栄えたが 近年、大日本印刷プレシジョンデバイスなどの工場、物流施設を誘致し、新たな機関産業となっている。2017年まで存在したシャープ、三原工場は、平成30年7月豪雨災害で水没したコカ・コーラ、本郷工場の移転先となった。国道2号線沿いの山陽白色セメントは、日本で唯一ホワイトセメントを製造する工場で、 あったが、2017年に生産された。以下に記載する、商業施設は大規模で、広域集客力のあるものに限定し、店舗の大まかな説明も記載している。百貨店は、サテライト店舗でないもの、ショッピングセンターは、原則1万平方メートル以上としている。ただし、施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。以前は、 天馬や三原天が存在した。私立、国立、私立私立小学校については、三原地区の内矢田町は、三原私立栗小学校の通学区域となる。三原地区、本郷地区、栗地区、山戸地区、国立、私立私立中学校については、三原地区の内矢田町は、三原私立栗中学校の通学区域となる。三原地区、本郷地区、栗地区、山戸地区、 国立、市立三原駅かつては、三原市交通局が市内を運行していたが、2008年4月1日に廃止され、路線は、中国バス、芸用バス、友鉄バスにそれぞれ譲渡された。高速道路一般国道、ただし時広ランプから、大型車両の出入りは自粛する、要電光掲示板などに表記され、今まで道理急国道2号を走行するか、 中の街ランプから出入りするよう指示されている。これは、接続道路が団地内の坂道のため、深夜など重量物を積んだ車両の騒音や振動が激しいためである。また昼夜問わず、旧国道との交差点の青信号が短く、慢性的に渋滞している。そのため、騒音対策補装を行っている。三原高道の駅三原城市新名市ス 未開品公演物通じ2009年に三原市にゆかりのある以下の人物をふるさと大使に任命している。市街局番は三原、本郷地域が0848、山と栗地域が0847で同一市内でも市街局番が統一されていない。なお、848.084は同一区域扱いとなる。 郵便物の周廃は以下の郵便局が行っている。1990年頃に、三原駅付近の山陽本線とクレ線が高架化されたが、山陽本線はルートがかなり変更された。宮浦地区の廃線跡には現在、建物等が建っている。ありがとうございます。